皆さんこんばんは、 MK です。任天堂ラボドライブキットパート27やっていきましょう。前回ラリーモードをすべてクリアしたので、今回はバトルモードを遊んでいきたいと思います。いまいちやり方が分かっていないんですが、まあやっていけば分かるでしょうということで、ステージは一番標準のこれだね、基本ステージで、制限時間まあ最初の設定でいいのかな。アイテムもじゃあ全部ありで一人でチャレンジやっていきたいと思います。これは何、殴り合い的な感じですか。はい、トイコンのチェックは大丈夫かと思います。はい、車になって何、どうすればいいの、どうすればいいの、これ、おーおーおお、あ、なるほどなるほど、これで殴るんだ相手を。ちょっと待って、難しくない、当たんないんだけど。まず持って、ちょっとバック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 、待て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 、相手と相手の距離が、相手の距離今バック、待って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 、おお、何何何何何、それそれ何、それ何、やばいやばいやばい、待って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 、ちょっと待ってちょっと待って、でかい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 ってことは、でも当てやすいってことじゃない。ほら見ろ、よしよしよし、いいぞ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 、こうやって逃げ回ってパンチを当てて、あーな、あ、あれがアイテム、あれがアイテムなの、ちょうだい、あーもうどっか行っちゃった、こいつにパンチ、いいぞいいぞ、分かってきた分かってきたぞ、このね、ジャック、あーやめてやめてやめてやめ て, やめて、おー何何取った、何取った、おらおらおら、あ、もう行ったんじゃない、やった、え、いいのこれで、あ、これで1点ゲットってことか、なるほどなるほど、これを3回、3回当てればいいのね、なかなか難しいな、ちょっと待ってよ、はい、いいぞいいぞ、待ってよ待って、でもさ俺さ体力多くない、なんかなんか取ったっぽい、なんかといって、ちょっとえ、めっちゃ食らうじゃん、危な、めっちゃ食らってたわいつの間にか、はいはい、いいですよいいですよ、でここパンチやばいやめてやめて、俺ノーミスで、ノーミスで勝ちたい、ノーミスで勝ちたい、え、待って、これ、あ、これかこれか、ほら見ろ、いいぞいいぞいいぞ、なんか取ったなんか取った、お、回復じゃない、回復取ったっぽい、これを貯めて、ほら、いいぞいいぞ待って、これめっちゃ面白いじゃん、いや、やめて、これ面白いな、はい、雷取ったぞ雷取ったぞ、いいんじゃないいいんじゃない、これさ俺が雷取っても俺の雷自分で当たるの、それっぽくないさっき自分で雷取って自分で、あ、ヒーリング、あ、いや取るなよやばい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 、落ち着け落ち着け、こっちの手が、こっちの手をパンチ、よしよし、分かってきた分かってきた、だんだん分かってきたぞ、パンチ、やばい、あ、やばいやめてやめて、当て逃げだ、当て逃げ作戦だ、ちょっと待ってちょっと待って、一旦待って、待ってって待ってって言ってる、待ってって言ってる、いや、おお、これ落ちるとダメだよね多分、落ちないようにする必要があるけど、一旦真ん中逃げよう、真ん中でやろうぜ、お前はパンチ、あー、やばい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 、こっちに来て、行くぞ行くぞ行くぞ、パンチ、やばい、おお、何何何取った、お前今、お前今何取った、何、うお、何それ何それ何それ、やめてやめて、うわーい、おお、すごい、何それ、その青いやつ、俺も取る俺も取る、やめてって、やばい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 、あ、落ちる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 、やばい、いや、おお、巨大化、ほら、あ、踏んでもいいんだ、巨大化してるうちは踏んでもいいっぽい、はい、3体撃破、なるほどな待って、これさ面白いぞ結構面白いぞこれ。次、基本ステージが終わったから、これ何、並盛りっていうのは、あ、大盛り、特盛り、並盛りがあるんだ、牛丼的なねチーズ牛丼みたいなね、そういう感じね。いや、でも並盛りぐらいでちょうどいいのかな。じゃあちょっと一応全部のステージ遊んでみようかな。こんもりステージやっていきましょう。これってさ、相手の難易度みたいなのは決めれないの？今結構相手弱めだったと思うんだけど、もうちょっと敵が強くてもいいと思うんだけど、あー、まあ選べないっぽいな。だんだん遊んでいけば難易度が上がってくるんだろうか、いまいち分かっていませんが、よし、いきますよ、パンチ、おら、あ、待って、おー、すごい、こんもりしてるこんもりしてるなるほどね。なんかさ、俺だけやっぱり体力多くない、初期の状態で。これは何、俺ちょっと何やってんの君、おらやっぱりさ、俺強いよねこれ。なんか相手の難易度上げれないのかな、おら、待って待って、あ、これ貯めれば貯めるだけさ、パンチが強くなるっぽいわ、おら、おら、よしよし、うわ、痛い痛い、やめてやめて、いや、なんか取ったなんか取ったぞ、あいつあいつなんか取った、何それ、早いってこと、早いってこと、いまいち速くても意味がないと思うんだけど、このゲーム。あー、ばばばば、おお、すごい、早い早い早い、お、え、アホすぎではアホすぎでは今のは。おーっと、いいぞ、雷を取って、ただね、これ雷自分も食らうっぽいから気をつけないとダメだ。
やばいやばい、わたたたた、俺も食らってる、俺も食らってる。でももうすでに、もうすでに2ポイント取っている。相手が弱すぎ事件かな。これ貯めといた方がいいな、こうやって。でパンチ、よしよし、パンチ、やばいやばいやばい、ここ貯めといてパンチ、やばいやばい、当たんない当たんない。なる、これさ、ノーミスでいけんじゃね。一回も相手のパンチ食らわずに終わらしたいんだけど。ここでパン、いや、え、あ、そうなの、待って、そういうことか。分かったぞ分かったぞ、これ難易度じゃねえわ、これ。俺は一回もやられちゃダメなんだそれ今知ったわ。俺も3回じゃないの、俺も3回やればいいと思ってた。あ、だからか、なるほどね。だから5ポイントとかにして自分の難易度を上げていくあれもできるってことね。なるほど、よしよし、ヒーリング。ただ体力満タンだからいまいち意味がない。よし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 、危ないよ、落ちると、落ちると一発だからね。なるべくど真ん中で戦うようにしましょうか。パンチ、おお、でかいでかいでかい、でかいと踏める、おおえ、これ最強では。もうここにいればいいじゃん、ここにいれば勝ちじゃん。ああ、ダメだ、終わっちゃった終わっちゃった終わっちゃった。ヒーリング取らせないぞ。おーし、あ、パンチでもアイテム取れるっぽいね。よーし、で、ここのパンチを貯めて、おら、なんかさっきから左パンチしか使っていませんが、まあまあまあ、強ければいいんだ。おらおらおら、うわ、やばい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 、やめて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 、俺一回なんだって、俺一発でアウトなんだって。逃げろ逃げろ逃げろ、よし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 、こっちパンチ使ってみる、こっちパンチで、おらららら、ら、これ別に、おお、なに、おお、すごい、なにいまいちわかんない爆弾、爆弾っぽいね、爆弾でやられたくさいな。よし、じゃあ次のステージやりましょう。これ面白いなこれ友達とやったら面白いんだろうな。ほら、2人でバトルがあるからさ、トイコンが2つあれば2人でバトルできるっぽいね。ただ友達いないからいいや。はい、デコボコステージやりましょう。うわー、ここもまた戦いにくそうなおら、いくぞ、こら、これを決めろ。あー、まだ当たんない、当たってない当たってない。おら、あれ、なにそれ、卑怯では、ちょっと下がるの卑怯ではちょっとこのデコボコしたとこじゃらちがあかねえ。平面なとこで、うわー、爆弾危ない。ほら、平面でやるぞ、こら、おら、よし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 、いいぞいいぞ、だんだん上がってきてる、だんだん上がってきてる。このでっけえパンチをてめえに食らわしてやるよ。おい、危ない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 、あの爆弾気をつけないと俺も食らうからな。ここパンチで、いくぞいくぞいくぞ、おら、よーし、あ、でもそんなに食らわないんだ。出たー、巨大化、巨大化、巨大化最強だもんな、マジで巨大化あれば勝てるもん。おら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 、あー、やばいやばい、やっぱりこう2回連続巨大化みたいな話ではないんだね。こう1回巨大化で倒したら次のやつには間に合わないようになってるっぽいな。おら、うおー、俺もめっちゃ食らうまあ大丈夫でしょう。やばいやばい、デコボコ、あ、オッケー、ヒーリングナイス。デコボコがね、非常に厄介、全然パンチが当たんない、これのせいで。いくぞいくぞ、最後、ほら、正面突破だ。いや、やばい、当たんない当たんない、お、来た、はい、これ最強だもんな。これをめっちゃ貯めて、こっち側に打てば、はい、あれ、全然当たんない全然当たんない、いや、いってこれ遠い方がいいな、遠くから打った方が当たるよ。なるほどなるほど、この波動拳みたいなやつは遠くから、やばい、え、あ、あ、負けたですよね。いやー、外出されるとは思ってなかったな。もう一回だ、もう一回やりましょう。だんだん難しくなってきたぞ相手が強いっていうよりはステージがごっちゃごちゃだと、なんかこう事故って落ちたりする可能性が増えるね。あとアイテム増やしても案外自分が不利だと思う。これ雷とか爆弾とか食らいやすくない、全然当たんねえし。よし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 、おら、おっと、巨大化、巨大化で踏んでいく。あいつ今自分から近づいてこなかったかなぜ自分から来た。で、これ巨大、やっぱり巨大化は時間じゃねえな、一回踏んだらもう終わりだわ。お前に当てる、いいぞ。これは何、お、波動拳、いけ、うまい。ただこれあんまり食らわねえな、ちょっと強いのもあってあんまりダメージソースは、やばいやばい、めっちゃ溜めちゃった、やばい、やめてやめてやめて、本当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 やめてって言ってる、本当やめてって言ってるよ。いいぞいいぞいいぞ、逃げろ逃げろ、やばい、結構食らったな今の。波動拳、よしよしよし、まだある、波動拳もうないな。あれ何、うおーっと、それが巨大化ね、その紫が巨大化ね。近づかない近づかない、来ないで来ないで来ないで
よしよし、いいぞ、分かってきてる。で、ここをパンチ、いやーい。あ、そう、もうお気づきの方いるかと思いますが、このバトルモードから、あれですね、バトルモードはというか、バトルモードは、トイコンの画面を、表示させないことにしました。はい。見にくいと思う。うん。あれがあると、いや、つけたい気持ちはあるんだけどさ、あれがあると、なんだろう。なんて言えばいいのかな。敵が見えないと思う。だから、今回からなし、ウェーイ。撮ってはいるから、あとでもしかしたら編集でついてるかもしれないけど、とりあえずなしのつもりで動き回ってますんで、いやーもう、早すぎて、で、やばい。あと、ん？あ、やったか。なぜか今のでやっている。よし、じゃあ、次のステージやりますか。いいぞ、いいぞ。面白いね、これ。はい、次。デコボコステージの次は？何ステージあんの？まず。穴ぼこステージ、水面ステージ、すり鉢ステージ、くるくる。結構あんな。結構あるぞ。今何個やったんだっけ？ま、1、2の3、3個やったのか。で、4、5、6、7、8、8個あるのか。じゃあ、あと1個やろっかな。でこぼこステージやったから、穴ぼこステージやっていきましょう。穴は絶対ダメだよ。穴やめた方がいいって。いきます。あ、穴って、おっと、あれ、一発アウトだよね、多分。ダメージとかじゃなくて、多分アウトだよね。だから、気をつけますよ。落ちろ、そのまま。くっそ。いや、もうなんか取ったぞ。おし、このままそこ行くとどうなるのか教えて。教えてくれないんだ。危ない。雷危ない。あそこ落ちるとどうなるのか気になるな。でも、俺が落ちて一発アウトな可能性もあるからやめとこう。よーし、巨大化。いった。こんな野郎。よし。巨大化しても食らうもんは食らうんだな。巨大マリオ的な無敵モードではないみたい。よーし、パンチ、もう一発食らわしてやるよ。やばい、なんか取ったぞ、あいつ。早いぞ。めっちゃ早い。自分で制御できて、おお、すげえ溜まった。いっけ、おお、すげえ。めっちゃ強いじゃん、今の。すごくね？めちゃめちゃ溜めるとあれができるんだ。今知った。めちゃめちゃ溜めると今のやつができるらしい。すごいね。よーし、じゃあとりあえず4ステージ終わったから今回はここまでにしようかな。次に穴ぼこステージが終わったから、ちょっと待って。水面ステージ、いや、水面も大変そうだな。じゃあ次回水面ステージからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。